競技項目は、五乳項霊長目に分類される項目。別名競技類学名、カトレニは古代ギリシャ語で、花宝の意がある方と、花の意があるリスに由来する。細分化しすぎだとして1997年に、本項目を認めない説が提唱されたり、1998年に、オナガザル城下に人城下に分類されるトガを含める説が提唱されたこともある。以下の分類は、 日本モンキーセンター霊長類は妙リストに従う。強尾類とコ尾ビサルが分岐したのは3000から4000万年前と言われている。競尾ザルの由来となったように鼻の穴の間隔が狭く、穴が下方、または前方に向いている。その他の特徴として、向上的な三色型色覚がある。脊椎動物の色覚は、網膜の中にどのタイプの衰退細胞を持つかによって決まる。 魚類、両生類、爬虫類、鳥類には4タイプの水体細胞を持つものが多い。よって、これらの生物は、長波長域から短波長域である、近視外線までを認識できるものと考えられている。一方、ほとんどの哺乳類は、水体細胞を2タイプしか持たない。哺乳類の祖先である、爬虫類は4タイプすべての水体細胞を持っていたが、 2億2500万年前には、最初の哺乳類といわれるアデロバシレウスが生息し始め、初期の哺乳類は主に夜行性であったため、色覚は生存に必須ではなかった。結果、4タイプのうち2タイプの水体細胞を失い、青を中心に感知する S 水体と赤を中心に、感知する L 水体の2水体のみを保有するに至った。これは、赤と緑を十分に区別できない、いわゆる 赤緑色毛の状態である。この色覚が、哺乳類の子孫に遺伝的に受け継がれることとなった。人を含む旧世界霊長類の祖先は、約3000万年前、X 染色体に L 水体から変異した緑を中心に感知する、新たなタイプの水体子物質の遺伝子が出現し、ヘテロ接合体の2本の X 染色体を持つ。 メスのみが三色型式核を有するようになり、さらにヘテロ接合体のメスにおいて相動組み換えによる遺伝子重複の変異を起こして、同一の X 染色体上に2タイプの水体子物質の遺伝子が保持されることとなり、X 染色体を1本しか持たないオスも三色型式核を有するようになった。これによって第3の水体細胞が再生された。三色型式は、 果実等の発見に有利だったと考えられる。時代を下って人の色覚の研究成果から、キョウビザルのマカク類に色毛が人よりも非常に少ないことを考慮すると、人の祖先が狩猟生活をするようになり三色型色覚の優位性が低くなり、二色型色覚のトータ圧が下がったと考えられる。色毛の出現頻度は、 京ザルのカニクイザルで0.4%、チンパンジーで1.7%である。交尾メのヨザルは一色型四季角であり、ホエザルは京ザルと同様に三色型四季角を再獲得しているが、これらを除き、残りの新世界ザルは、ヘテロ接合体の X 染色体を2本持つ、メスのみが三色型四季角を有し、オスはすべて四季である。これは、 キョウビザルのような X 染色体上での騒動、組み換えによる遺伝子重複の変異を起こさなかったためである。人は蒸気のようなキョウビザルの祖先の X 染色体の遺伝子変異を受け継いでいるため、M 水体を欠損した X 染色体に関連する赤力色毛が反性劣性遺伝をする。男性では X 染色体の赤力色毛の遺伝子を 受け継いでいると色毛が発現し、女性では2本の X 染色体とも、赤緑色毛の遺伝子を受け継いでいる場合に色毛が発現する。なお、日本人では、男性の4.50%、女性の0.165%が、先天赤緑色揮核異常で、白人男性では、約8%が、先天赤緑色揮核異常であるとされる。ありがとうございます。